皆さんこんにちは、ナッシュもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日はマッドマックスフューリオーサーですね。はい、ナッシュは今見立てほやほやですか？見立てほやほや、30分経ってないぐらいですね。わ、めっちゃほやほやじゃないですか。というのは今日がね、公開初日、日本での公開初日っていう感じで、うん、ナッシーには公開初日に見てきてもらって、僕は少し前に北米で見たという状況ですね。北米は公開いつだったんですか？1週間前ですね。1週間前。まあ、なんでかっていう話もこの後します。ああ、なるほど。どうですか、見立てほやほやの感想としては。いや、面白かったっすよ。よかったっすよ、やっぱり。ね、ありがとう、マッドマックスって感じですね。いや、面白かったっすね。ね。見る前はね、ちょっとこう、一抹も不安もありましたけど、こう予告編を見てから、いや、これは今回もきっと面白いだろうという感じ、うん、かなりクオリティの高い作品だったんじゃないかなってところですね。いや、クオリティ高いね、相変わらず。どうですか、お客様は多かったですか？おそらく新宿で見たと思いますけど、公開初日の新宿はどうでした？多かったね。でもね、80% ぐらいかな、うん、埋まり率。もっと、なんかマッドマックスとお祭りみたいになるのかと思ったけど、うん、私なんかちっちゃい劇場の方で見たんですよ。あ、ドルビーとかも。はい、はいはいはい。どこで見たんですか？ピカデリーの方で見て、もっとデカスクリーンとデカ音響はゴジラの方。うん、東方ね。東方で見てたので、ちょっとその差があるのか。まあそこら辺の話もね、後でちょっとしようかなと思ってますけど。いやいや、アメリカもどれくらい埋まってたのか。あとアメリカの劇場のその、熱い感じでどこで波が起きるのか、気になりますけどね。最新の北米含めた、ボックスオフィス情報も今回ちゃんと調べてきてるんで。客層はどんな感じでした？そう、様々ですけど、若い女性が一人で、来てるなっていうのも、なんか珍しいなと思ったね。なんかね、その、まあ、前回のマッドマックスの時も、まあ、そんなに初手からゴリゴリ良かったかっていうよりかは、なんか徐々にね、なんかすごい映画があるぞみたいな感じだったと僕は記憶してるんですよ。なるほど、口コミ的なあれだった、うん、っていうのもこうマッドマックスシリーズって結構古いじゃないですか、歴史としては。うん、何年のが一番古いの？79年ですよ。79年。わ、だいぶだね。だいぶでしょ。で、そっからまあ、ワン、ツー、スリーあってから、結構こう空いてたと、結構空いてたと思うんですよね。なので、じゃあ、当時のね、マッドマックス、怒りのデスロードの時に、若い世代が知ってたかっつったら、そんなこともなかったと思うんですよ。あ、なんか、聞いたことあるけど、みたいなね、ところではあったと思うんですけど。だから、まあ、ワン、ツー、スリーで言うと、79年、81年、85年って感じなんで、85年から2015年って考えると、10年 ?20 年 ?30 年 ?30 年ぐらい経ってる？うちの猫が。全然。泣き泣きモードに。30年経ってたらさ、それはもう、世代変わってないですか？ああ、もう変わってるね。だから、別に、あ、マッドマックスだ、知ってる人はなんか、あ、聞いたことあるなとか、なんかそんなレベル、なんかすごい映画だったんでしょうみたいな感じだったのが、うん、初めてリアルタイムで見ましたみたいな世代もね、かなりいたと思うんですよね。そりゃそうだよな。だって、まあ、ざっくりと80年代前後の作品なわけじゃないですか、その前3部、うん、だから今の、まあ、40代後半から50代ぐらいの人が、なんか若かりし頃に見たみたいな、ね、青春時代に見たみたいな。そういう作品です。感動しただろうね、若い時に見て大好きだった人は。さらにこんな2段階目の感動が来るとは。そうね、だからさ、30年経って第4弾が見れるとはみたいな、そんな感じだよね。幸せだよ。僕らで言うと違うけど、もしトイストーリーの4がね、3終わって30年後に公開されてたら、うわ懐かしいみたいな感じになるのかなっていう、うんうん、確かに違うけどね、トイストーリーマッドマックス。まあまあ、まあ、まあ、いいじゃないですかね。ジョージ・ミラー監督もベイブ作ってるしね、いいじゃないですか。え、ベイブ作ってる監督なの？ベイブの、なんかベイブ都会へ行くっていうのを作ってる監督ですよ。このギャップがたまんないですよね。ベイブかみたいな感じですよね。全然違うじゃん。ベイブかって感じだよね。そう、まあ、まあ違うかと思いきや、抽象化するとね、こう、どっかに行って帰ってくるっていう話では一緒かなっていうところは。確かにね。
こんな感じもありつつ、ありつつ、まあ、フィリオサね。まあ、面白かったっすよね。面白かったっすよね。面白かった。でも、分かったんですか、字幕。いや、これがさ、やっぱすごいなって思うところがさ、マッドマックスのさ、すごいところですけど、なんかもう、場面のさ、8割から9割ぐらいさ、なんか移動してるじゃないですか。移動してるというかね、動いてるじゃないですか。動いてるじゃないですか。うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけど、そのおかげで、大まかな筋は分かりましたよ。だし、ジョージ・ミラー監督のこれ作風なのかもしれないですけど、こう、顔で演技するじゃないですか、顔で演技すると。あ、ね、大事なところは喋らずに、なんか、目線でご了承みたいな、あのね、メッセージの伝え方。そう。で、悪いやつはちゃんと悪い顔するんですよね。ちょっと確かに直前にね、マッドマックス2をちょっと見返してたんですけど、なんかもう今だったら逆になりかねないぐらい、こうなんかこうナイフ、ちょっとイメージね、イメージ、こうナイフをこうベロに当てながら、こう、ああみたいな感じのね、こう、そういう演技。結構その、今、誰が何をしたいとか、なんかそういうのは大体分かったなっていう感じでした、ね。なるほど。なるほど、ね。まあ、だから、細かいところはちょっと落としてるかもしれないですけど、大筋は取れてるかなっていうのと、まあ、うんうん、マッドマックスのすごいところ。動きで見せるっていう動きと表情です、うん、なんかまあ脚本のお手本のような感じじゃないですか。うん、確かにね。っていうところがあったんで、で、まあ体感としてはね、これ2時間半ぐらいのかな、多分2時間半ぐらい、ね、うんうん、体感はなんか1時間ちょいぐらいのなんか体感って感じでした、うん、あっという間、こう、うわ終わったみたいな感じ。確かにね、理解できないところもあっただろうけど、それでもなんか僕の中ではこう間延びすることもなく最後まで楽しく見れたなっていう感じ、うんうんうん、ただね、うん、この作品の不幸なところというか唯一不幸なところを挙げるとすれば、うんうんうん、比較対象が怒りのデスロードなんですよ。そうなんだよね、わかるわ。フューリーロードですよ。そうで、あれが歴史に残る作品がゆえにそこと比較されちゃうわけですよ、うん、ってなると、そうね、まあ、ヒューリーロード、怒りのデスロードと比べるとでなってしまうのがこの作品の不幸なところかなって気がします。そうだね、絶対な、そうだよね。で、あくまであれのこうスピンオフっていうところもあると思うんですよ。うん、まあ、スピンオフのこう不幸なところってなかなかこう本家越えが難しいみたいなところで、うん、だし、ちょっとストーリーはねこの後ちょっと説明するかもしれないですけど、結構しんどい話はしんどい話だったと思うんですよ。うん、何個不幸起きんのみたいな感じじゃないですか、フィリオサの。え、確かに。え、あ、ちょっとまあ、ね、例によって、今回もネタバレ感想編ということで、ネタバレしていきますね、そこはご了承くださいというところで。まあ、大筋で言ったらさ、ふるさとを離れ、うん、母を殺され、うん、囚われの身になり、うん、ちょっとこう、好きになった人も殺され、目の前、しかも目の前で。うん、で、腕も取れみたいなね、まあ、腕も取れて、あれはちょっと決意の塊みたいなところがありますけど、ね、何個不幸起きるんですかみたいなね、そんな感じで、ね、まあ、もちろんこうスカッとするところもありつつ、でもこう全体のトーンとしてはこうしんどい話も多かったかなっていうところ、うん、でもそれはしょうがないですよね、着地点が決まってるからね。そう、そうなんだよね。怒りのデスロードにつながるっていう意味では、もうその結末を固定しなきゃいけないっていうのがこうスピンオフのしんどいところというかね。そうね、本当に全部なんか内面とかも解決しちゃってたらデスロードにいないわけだしね、うん、この部分がちょっとね、デスロードにね、まあ、まあちょっとまあストーリー的な話をすると、ストーリー的な話をね、うん、一応すると、まあ最初はね、フィリオサが地元にいましたよみたいな、すごくなんだろうねいい感じの地元なんだね。狂った者しか生き残れないと言われている世界とは思えない穏やかな世界からスタートしましたね。うん。うん。だから、緑色の世界が見れる、うん、られるなんてっていう感じだったもんね。そう。まあまあ、チャプター、まあチャプター1ね。まあチャプター1っていうところは、まあ、フィリオサが連れ去られて、まあ、それをお母さんが一生懸命追いかけて取り戻そうとする。うん、お母さんよかったな、ね。魅力的なキャラクターでしたね。うん、いや、いいね。いいママでしたね。強強ママ。バックグラウンド一切知らないけど、なんか性格が、うん、そうね。
強い母って感じでしたけどね。いや、ほんといい序盤だったよね、大濠。菅、うん、っていう感じの序盤だった。敵の数がさ、徐々に減っていくわけですよ。なんか最初5人ぐらいだったのが、どんどん少なくなっていくことによって、こうなんか場面のね、時間の経過を伝えるというか。うんうん、で、こっちも、あ、この数が減っていけばいくほど、要はいい展開になるんだな、みたいな感じの、ね。うんうん。あと3人、あと2人、あと1人、みたいな感じ。わかりやすさもあるよね。わかりやすい。もう言葉が分かんなくても見て分かるっていうね。あの、3、2、1って感じのね。そこで、まあ、無事救出はするんだけど、最終的にはね、まあ、フィリオさんを助けるために捕らえてしまって、で、結果、フィリオさんも作ってっていうところでね。うん。で、そこで、こう、母から、フィリオさんに、種を渡すじゃないですか。うんうん。あれ、日本では何て表記されてたか分かんないですけど、あの、桃の種で合ってます。桃、なんか、桃なんて初めて聞きましたよ。本当。桃なんだ。あれ桃なんですよ。桃の種なんですよ。確かに見たことある感じ系の種だったけど、桃なんだね。まあ微妙に名前が違うかもしれないですけど、桃の種って。まあ一番最後にね、またそれのオチがありますけどねって感じでね。うんうんうん、最初のその桃の種が一番最後にみたいなところはあります。そうかそうか。で、まあその桃の種をね、まあ、その後ずっと、ふるさとを忘れないために、うん、紙の中に隠していて、で、ことあることに、ね、うん、奥歯で噛み締めて、あの、本当に、あ、餓心昇胆だみたいな感じですよね。餓心昇胆っていう孤児成功ね、あの、肝を舐めて、その悔しさを見せたりとかあります、うんうん。桃の種を噛んで、ふるさとを思い出すみたいなね、感じでした。いいよね、噛んでる時のいつも目が、あの女優さんのバキバキの目がいいな。で、まあ、その後にね、まあ、あの、ディメンタス将軍に、うん、囚われてっていうところで。で、そこで、ディメンタス将軍 VS イモータンジョーのシーンがあったじゃないですか。うんうんうん。俺、僕はあそこね、ちょっと、今回一番お気に入りのシーンなんですよね。あ、あの、最初の快適のメガホンでやり合うシーンですか。そうそうそう、ね。メガホンでやり合うというか、そう、ピーチ試合。あれ、ちょっと、これ僕が正しく認識してるか確認したいんですけど、うんうん、まあ、要はなんか、妹誕生、なんか、お前らのこと、ちょっと、なんか、利用しとるやんけ、みたいなこと言って、あの、うんうんうん、かましたらかまされたみたいな、なんかそういう展開であってます。あってます、あってます。バッチリあってます。その好きなシーンとしては、ちょっと戦闘が始まるじゃないですか、最初に2人が出会った後に。うんうんうん、あの戦闘シーンのそのギミック、なんていうの、あの、なんかこう、釣り針で車をパクっていくみたいな。あそこ最高だなと思って。確かにね。まだこんなシーンが残ってたかみたいな感じのね。もう意味わかんないじゃん、あそこ。スクリーンの上にバイクが消えてくんだよね、そうそうそう。そう、だって普通したらその、なんていうの、こう、乗り物を釣り上げるってないじゃないですか、日常で。はい、それをなんかさ、もう、大したことない、なんかいつもやってますけどみたいな感じでさ、サクサクウォーボーイズがやっていくわけですよ。あそこもね、よかったですよね。あとその直前の、妹誕生はね、じゃあお前やれっつって、あの、ウォーボーイズの人で、うん、じゃあ行きまーすみたいなね、あの、アムロ行きまーすみたいな感じでね、あの、自爆するっていうね、なんか、そういうシーンもなんか、すげえなって感じでしたよね。いや、ほんといいシーンだよね。よかったよな。こんなやつがまだ何百人いるぜみたいな感じ、うん、やばばばばってなる。あそこなんか、かまし合ってる感じじゃないですか、お互い。うん。で、やっぱこう、ディメンタス将軍よりかは、妹誕生の方がちょっと1枚上手だったかなっていうのが見てて、うん、というかね、うん、確かにね、こう敵として見るとね、やっぱよく組織されたチームですよね。妹誕のあのカルト軍団のね、確か強いよね。その直前にもさ、まあ、そのディメンタス将軍陣営もさ、なんかこういう人たちがいますみたいな、こう軽く公開はされないけど、うんうん、なんか見て取れるじゃないですか。本当に軽くね、なんか紹介して。そうそうそう、なんか超軽く、特に説明はしないけど、謎のこう でかクワガタみたいなやつもいれば、そう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 、片目がないやつもいてとかね。で、そこで一回かまされた後に、さらにその上を行くみたいな感じだから、いいよね、こう強敵同士の開口って、面白い。確かにね。より話すと、あそこ良かったなって感じがするね。ちょっとあそこね、字幕付きで見返したいなっていうのが。ちなみにですよ。ちなみになんです、うん、あの、ディメンタス将軍陣営に、じゃあちょっとディメンタス将軍がちょっと、マイティーソーにしましょうか。マイティーソーに。そうね、俺絶対今日それで呼ぶと思った。
じゃあこれからはあのディメンタス将軍はマイティーソーとちょっと併記しながら言います。はい、はいはい、中の役者さんが同じという理由で、はい、マイティーソー陣営にさ片目つぶれた将軍みたいなのがいたじゃないですか。いたね、いた。あの人と今回の妹誕生同じ俳優さんです。え、そうなの？そうです。あ、なんか亡くなったんだっけ。そうなんですよ。そうか。あ、それで同じ人やってんの？そう、同じ人がやってるんですよ。すごい。その俳優さんがなんか自らこう手を挙げたらしいです。いや、もうここは自分しかいないっしょみたいな感じで。マジで？鋼のハートだな、すごいな。そう、そう、だから最初はうんうんみたいな感じだったらしいんですけど、じゃあそこまで言うんだなみたいな感じでなんか決まったらしいという記事をちょっと用意して。まあほら妹誕生さ、その白塗りで半分顔隠れてるじゃないですか。うんうんうん。だからあんまり違和感なく見れたって感じで、まあ散々ねディメンタ将軍やられて、でその後こうフィリオサをね餌にこうかまそうとしたら、まあかまされたっていうところでしたね。うんうんうん。でそこでそのディメンタス将軍でいきます。ディメンタス将軍陣営からフィリオサとオーガニックメカニックだっけ、うん、そうそう言ってたと思うよ、確か。生態博士みたいな表記だったよ、字幕だと。そこもさ、なんか、あ、医者って言わないんだって感じで。そう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 。英語だとね、オーガニックメカニックみたいな感じだったんですよ。相変わらずですねって感じがするよね。医者って呼び合いのに。あくまでメカニックなんすねみたいな感じで、ね、でその人はそのフューリーロードにも出てた同じ役者さんっての気づきました。まあ見返さないと分かった。なんか覚えてましたね、なんとなく、うん、だちょいちょいねそういう感じでなんか前作、まあ、実験で過ぎないんですけど、うんうん、前作のねキャラクターがあこういう経緯で妹誕生だったんだなって、歴史も分かるという感じ、うん、で、まあ、そこからね、まあ、フィリオサはなんだかんだなんだかんだ抜け出してっていうところで、ね、なんだかんだ抜け出して、うん、まあそのメカニック、車のメカニックチームに入っていくと。うんうん。いや、スムーズだよね、こうやって話してもさ、本当になんだかんだ自然になったけど、一つ一つのその、全部ハラハラを乗り越えてそれになっていく、あの感じ、素晴らしいですよね。で、まあそのなんだかんだを話せって感じかもしれないですけど、まあなんだかんだあって、あの、車乗りになるという感じですね。うんうん、まあ、なんだかんだ、まあ、なんだかんだちょっと話すと、ある日ね、脱出しようと、あれ脱出しようと試みた感じでいいんだよね。一回配達の時にさ、あの、へばりついてたら、あの、うんうん、襲われてって感じで。そうね、それは脱出にしようとしてたら、なんか巻き込まれたっていう感じの、そうだよね。脱出しようとして、あの車のね、そこにへばりついてたら、襲撃を受けて、しゃあねえかっつって。救出作戦してたら、まあ、なんだかんだって、ね、車乗りになりましたっていう流れでね。配達だね、確かに、あれは。1回目の配達。なんか、その会話のところあったじゃないですか。1回、その車を降ろされて、あの、うんうん、後に、ちょっと乗れよみたいな、こう下りありましたけど、うんうん、どういう会話してたんですか？あれは、まず、なかなかお前いいな、みたいな、うん。冷静だし、いい目をしている、お前の中に野獣を感じるみたいなことを言って、うんうん、一方的なスカウトだったからね、それで、うん、あとお前とだったらだからパートナーになってもいいぞって、うんうん、であの運転手さんはあの一件でもう自分のチームとかなくなっちゃってるわけだから、うんうんうん、俺も失ったら一からやり直さなきゃいけない、でお前はなかなか見どころがある、うん、あのお前とだったらパートナーを組める、で何かあるんだろうけど俺は聞かない、うん、でパートナー組むんだったら戦い方を全部教えてやるみたいなことを言って、ビリオサさんは銃を向けるのをやめて、うん、契約成立みたいな感じでした。警護隊長ジャックね。警護隊長ジャック。名前がある。絶対出てもらう。警護隊長ジャックですよ。いいよね。俺好きだって、警護隊長ジャック。そうね。いや、いいキャラクターしてたね。いいキャラクターしてた。うん、まあ、ちょっと、恋仲的な感じにもなりつつね、後々。うん。なってたね。あそこも悲しいシーンでしたね。警護隊長ジャックが捕まるシーン。愛の逃避行の終わりね。ね、その直前がね、なんだかんだっていうか、まあ、実質クライマックスがあるけどね。あそこよかったよね。その直前の。時系列的に言うと、今が1回目の配達だから。まあ、フィリオサがね、シタデルをね、
妹誕生の基地であるシタデルをこう脱出しようとしたけど、なんだかんだあって、警備隊長ジャックと、まあ、一緒に仕事をするようになりましたっていうところで、うんうん、あ、そうだ。時系列もバーンと飛んで、立派な女戦士になりましたっていうところです。うん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 、でもちょっとさ、あそこ、まあ、そこら辺からさ、僕ちょっと違和感があって、うん、違和感があって、いや、これあの、フィリオサのさ、美しさが隠しきれてないんですよ。うんうん、いや、そうね。だから そこはあるよね。脳内保管しとけよっていう、そういうシーンはあるよね。これ脳内保管しなきゃいけないなっていうところで、いや、あの、どんな、その姿形になろうと、その美しさが隠しきれてないんですよ。勝ったからね、いいキャラだったな、本当に。だどんだけなんかそのメカニックチームですとかこう言われたとて、あ、ちょっと かわいいな、じゃあちょっと こっちチーム入れよみたいな感じに なりそうなところは脳内保管しなきゃいけないのかなっていう感じでね。うん、多分ね、いつも泥だらけでとか頭からかけて過ごしてるんじゃないでしょうかみたいな感じで。あとこう、まあ、周りの人がさ、やっぱこう絶対あの狂ったものしか生き残れない世界だったらさ、だからこう他にもいろいろ嫌なことはいっぱいあったと思う。そうね。だからそこら辺はちょっと脳内保管してっていうところでね。で、まあ、その後、まあ、あのガスタンクと、まあ、武器庫みたいなね、あの基地が、他の基地が、うんうん、でそこがなんかこう、まあ、あれはディメッター将軍がなんか制御しき しきれなくなったみたいな感じだったのかな、あの武器庫の方が。どっちなんだ、それとも取れるし、あの策略の一環だったみたいな。あ、なるほど、ね、そういう風に見せてみたいな、うん、あ、彼が治めてたのは、ごめん、間違えた。あの、ガスタンクの方か。ガスタンク基地。あ、そうそうそう。ガスタンク基地の方を治めてて、で、ガスタンク地区の方が、もう、住民の怒りがやばい、制御しきれない、みたいなことを言って、会合を開こう、みたいなことを言ってたけど、もう一つの弾薬庫の方見に行ったら、もう先手を取られてたって感じは。まあ、あれだから弾薬庫にちょっとこう武装準備のためにちょっと荷物取ってこいみたいなね、多分そんな感じだったのかなと思うけど、うんうんうん、でその弾薬庫の方行ったらもうすでにディメンター将軍が弾薬庫をこう制圧してたという感じです、うんうん、あのシーンもすごかったですね、ギミックも含めて、うん、うん、やっぱり、まあ、シーンとしてはね、うん、弾薬庫の戦いみたいな、ね、感じでしたけどね、うん、2人対その他大勢みたいな感じのね、うんうん、超劣勢からいかにこう弾薬庫を脱出するかっていうところでしたね、うん、そんな盛り上げてなかったけど、私はやっぱりフィリオサが戻ってきたところ、うんうんうん、見つけないで、うん、いやーっていう感じになってる。逃げようと思えば一人でもう逃げれたけどっていうところで、うん、だからそこでさ戻ることによってその警備隊長ジャックとのこうなんか親密度が伺えるというか、わかるよね、もう 愛だったんだなっていう感じが、見殺しにはできぬみたいな感じのね、まあそうね、愛じゃないとしてもそうだね、それぐらいの中にはなってたって感じ。まあ無事2人で脱出した後のは、まあまた例によってね、うん、カーチェイスシーンが始まるみたいな感じでだから こんな高い急行もへっちゃらだいみたいな感じでね、こう行くって、うん、あのちょいちょいこうバイカーの人がこけるじゃないですか。ああ、ね、こけてたね、細かいあれだよね、なんあれもいいよね。あの、こうなんか、その武器庫を脱出した時とかも、なんかちょいちょいこう、バイカーの人はこけてるわけですよ。うん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 、それによってね、この、いかにこの車、ディメンター将軍が乗ってる、こう、デカ車がいけてるかみたいなところで。あと、あの、ディメンター将軍が最初の方乗ってたさ、うん、馬みたいにバイクを、あの意味わかんない。3台つなげて乗るみたいなシーンあったけど、あれ意味わかんなくていいよね。でも、笑っちゃうよね、最初。楽しいのかなみたいな、バイクの乗り方と。やっぱこう でかいことはいいことだっていう精神なんじゃないですか。俺は1台じゃない、3台だみたいな、ね、キングギトラだみたいな感じのね。一人座ってないでね、後ろで立って。ちなみにそのディメンタス将軍の、うん、お付きの人みたいなのいたじゃないですか。あのずっとなんか手話で彼が言ったことをこう翻訳するみたいな。ああ、ピエロ役みたいな。そう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 。そうそう、まさにピエロ役です。あの偉い人の横にいるピエロ役ですけど。なんかあのめちゃめちゃ有名なコメディアンらしいです。あ、そうなんだ。で確かにこのパントマイム系もやってるコメディアンみたいな感じらしいです、うんうんうん、っていうね、まあちょっと地情報も入れつつで、まあ警護隊長ジャックとフィリオサの愛の逃避行、まあ、残念ながらちょっと捕まってしまって失敗、腕も失ってたね、そこで。で、まあそこでね、ジャックはちょっとが最後を迎えようという時にフィリオサは自らの腕を切って脱出する下りですね、うん、いよいよね。そっからのさ、怒涛の展開だったじゃないですか。確かにちょっと、
早くなったね。ギアが変わったよね、なんていうか。ギアが変わった。まあでもしょうがないよ。なんか妹誕生の活躍を描いてもしょうがないし。うんうん。なんかもう気づいたら、妹誕生の、ね、なんか三面作戦でディメッタ将軍、窮地みたいな。そうだ。そこからも命からがら逃げ出して戻ってきたら、なんかもう、人類の常は戦争だみたいなことになって、ね、戦争の歴史で、また新たな歴史がみたいな感じで、ね。でも、時間もある程度飛ばして。なんかね、そっからね、40日の戦いだったらしい、実は。ああ、書いてありました、字幕に。40日だったのに。そっからもなんかフィリオサ VS 残されたね、ディメンタス将軍の幹部5人との戦いみたいな感じでね。うん、で、まあ最初。ディメンタス将軍も、あれなんだよね、うん、まあ、方々の帝というか。うん。負け戦の逃げ出す将軍みたいな感じの狩るっていう、そういうシーンで、ね、うん、そうね。で、まあそこで、まあ最終的にね、まあ、フィリオサ VS、まあ、ディメンタス将軍になって、で、そこでの会話シーンが、ちょっと僕、多分あんまり理解できてないところがあった、うん、ちょっと教えてほしいなと思うんだけど、なんか、ディメンタス将軍はなんか、まあ、復讐しても意味ないぞみたいなことを挑発したのかなっていう印象ですけど、どういう会話がなされてたんですか？いや、そうね、日本語でも難しいんだけど、うん、ディメンタス将軍言ってたので、私が覚えてるのは、俺とお前は同じだみたいな。うん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 、この時代の犠牲者だ、俺たちは同じだみたいなことを言ってましたね、うん、なるほど。で、やっぱり復讐しても無駄だっていうか、うんうん、復讐してもその失った悲しみみたいな、うん、これはもうずっとついてくるから、まあそうだよね、無駄だけど、無駄だからやめろじゃなくて、復讐しても無駄だぞお前ざまみたいな、そういうことを言ってました、ね、うん、で最終的には、まあ、ディメンタス将軍をあの母から受け取った桃の木の苗木苗床にしてしまうというかね。そうね、まあ、ちょっとあそこら辺はね、あのファンタジー要素な気はしますけどね。でというナレーターって感じだった。うんうん、あのあたりめちゃくちゃ私日本語でもなんか分かりづらくて混乱したけど、よく正しく読み取れましたね、うん、なんて。いや全然読み取れてないよ。全然読み取れてないなんか言ってんなぐらいな感じです。なんか言ってんなみたいな。しかもすげえもうほら窮地に追い込まれてるから、もうもごもご言ってるんだよ。もう何言ってたか分かんねえなとか思いながら、うん、むすーと思って、はい。で、まあそれでね、フィリオサ自身がね、まあ、警護隊長というかね、肩書きとしてはね、インペレーターというらしいんですけど、インペレーターという役職に、ざっくりね、将軍的な意味ですけど、うんうん、で、ウォーボーイズをね、まあ、ウォーボーイズおよびにウォーリーグ乗り物を指揮する立場になって、うんうん、バッドマックス、怒りのデスロードにつながる5人の妻たち脱出作戦の前夜になりましたというところですね。うん、そうだね。そっからさ、エンディングだけどさ、怒りのデスロード一本見たかのようなさ、最初から最後までみたいな感じのね、そう。ダイジェストがありましたね。ダイジェストがね、これ見てない人が見たらどう思うんだろうとか思いながらね、つって、死んじゃうのみたいな感じのね、こいつも死んじゃうのみたいな感じのね。確かに。そんな、あの、駆け抜けたダイジェストありましたよね。いや、面白かったね、本当に。思い返していても。まあ今、見立てですからね。見立てだから、ちょっとね、興奮。でもなんかさっきのさ、その、乗り物釣り上げ大会とかもそうだけど、まあ新しいギミックもたくさん出てきたなって、ね、今回こう、空を飛んで攻めるっていうね。うん、あれ盛り上がったね、やっぱり。飛べるんだ、みたいな感じの。飛べるんだ。で、まあ、そこら辺見て、ちょっと僕、2つほどなんか思ったことがあって、はい、一つはウォーボーイズに関してなんですけど、うん、まあちょっとここからね、あの怒りのデスロードとちょっと話ミックスしてちょっと話すけど、なんかこうウォーボーイズのなんかそのキャラクターの良さってなんだろうってちょっと思ったんですよ。うん、でって思ったのは、まあ、そのウォーボーイズってこう決死の覚悟がすでに決まってる人たちじゃないですか。うん、お前死ねって言われたらこう死ぬ覚悟が決まってるというかね。うん、突っ込めって言われたらこう突っ込む覚悟がある人たち、うん、まあね、シューってしてあの覚悟は消えますけどっていう、なんかそこはもう僕らの感覚からするとこう狂ってる感覚じゃないですか。うんうんうん、覚悟できてますかって言ったら全然できてないっていう感じだと思うけど、うん、にもかかわらずそこの覚悟は決まってるくせにすごい意外と感情豊かというか意外と感情できてるわかるな。
怒りのデスロードとかさ、見返すとさ、わーっつって、妹誕生日俺を見てるとかさ、なんかの、うん、見て、靴持ってきましたとか、なんかすごい、情緒豊かじゃないですか。あれね、ピノピオ感だよね、つまり。そこのなんかギャップというか、すごいなんか人間味あふれてるのに、一部、この決死というか、うん、とこに関しては全然人間味あふれてないというか、うんうん、そこのギャップも含めてなんか、一つキャラクターの魅力なのかなと思いました。うん、まあ、今回の小人症の人がね、小人症って今言っていいのか分かんないけど、出てきたと思ったらいなくなったっていうね、感じのシーンがありましたけど。なんか、微妙な、高度なギャグセンスなシーンだった。そう。溜めて別にしないみたいな。そう、あ、こっから二人のバディが始まるのかなと思ったら、そんなことはない。次のシーンでは死んでるっていう、ね、高度なギャグでしたな。何だったんだっていう感じ。いや、多分それ、透かしだっただと思いますけどね。うん、この二人のバディが始まると思いきや、始まりませんみたいなね。ニコマ落ち的な感じがちょっとありましたけど。っていうのが1点と、でもう1点は、うん、やっぱなんだかんだこう燃料を争う戦いが行われてるわけじゃないですか、日々。うんうん、まあ、燃料が非常に貴重品というかね、だから最初のうちでもうこうなんか、仲間やられても燃料だけは奪って、うん、あのうん、バイクと入れ替えてこう進むみたいなシーンがあった。あれ、いいよね、あれ。にもかかわらず、ギターから弾き出すのはやっぱり狂ってんだと思いました。懐かしいのシーンですけどね。全く意味あれはマジ、あのアイデアすごいよね。あのアイデアをあそこまでのクオリティで形にしてしまう意味のなさ。あの、まあ、戦場でギターを弾くっていうのはギリ理解できるんですよ。鼓舞するみたいな昔からの。日本陸軍もあのラッパ隊っていうのがいてね。突撃の音が出たらこう突撃するみたいなね。パッパパッ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 だそれはギリ理解できるけど、さらに火を出すまでちょっと理解。貴重なんでしょみたいなね。そこを使うことで逆にね、いや、俺はすげえ、こんなことできちゃうぐらい、なんか、権力持ってる。確かにね。鼓舞する意味はあるけど、意味はないよな、とか思いながらね。っていうのが、なんか、見ながら思ったとこですね。まあ、確かにね、見どころとしてはね、まあ、ちょっと復習すると、見どころとしてはやっぱ、ディメンタ将軍と妹アンジョンのね、やり合うシーンは、まあ、今回、面白く感じたシーンだなと思いました、うんうん、結構性的な静かな感じのシーンなのに、うん、面白いよね。なし的にはどうした、ここが良かったみたいなシーンありました。いや、私はあのフィリオサがジャックさんと二人で戦うあのシーン、うんうん、負けちゃうけどね。武器庫の戦いからの、まあ、逃避行為的なところ。そうそうそう、うん、孤独なフィリオサに仲間ができたのかっていう嬉しさも感じつつ乗り越えていくシーンは嬉しかったんですね。じゃあ、あの興行収入の話してもいいですか。はいはいはい。まあ興行収入はどうだろう、ね、好きなものは好き、好きじゃないものは好きじゃないって別にいいと思うんですけど、まあそれは置いといてっていうところでちょっと話しますけど、今回ですね、今回あの全世界ほぼ同時興行みたいなのが行われてて、どこ 何個の国だっけ、ちょっと書いてあったんだよな。まあ結論から言うと、思ったほど行ってないって感じなんですよ。71か。71の地域って感じ。で、最初の4日間、金、土、日、月の4日間で、4000万ドルの興行収入が見込まれていた。うん。4000万ドルね。1ドル100円だったら、40億。うん。日本映画だととんでもない数ですけど、うん。考えてね。で、まあ、今のレートで考えると60億ぐらいが見込まれると、うん、まあ、実際は3200万ドル。うん。まあ、足りなかったって感じか。80% ぴったり。あ、確かにね、いや、約 80% だね。約 80%、うん。で、じゃなんでこのタイミングでこう、あの公開したかって言ったら、さっき4日間って言ったじゃないか。普通3日間じゃないですか。週末って言うと、金土日っていう。うんうんうん、で、この、うん、5月の北米で公開されたのが、あの5月、1週間前なんで、5月の24日なんですよ。まあ、日本の1週間前。日本の1週間前、うんうんうん。5月の24日なんですけど、5月の27日の月曜日は、アメリカはメモリアルデーっつって、祝日になるんですよ。なんだ？で、メモリアルデーっていうのは僕も初めて知ったんですけど、アメリカらしいなっていう感じで、あの、まあ、アメリカの戦没者、追悼記念日みたいな意味で。なあ、なるほど。毎年5月の最終月曜日に、
が該当するんですけど、まあ、その日はねこうアメリカ建国のために亡くなった方をこう追悼しようみたいな、そういう日で、なのでこう各地にあるその基地とかで催し物が行われたりとか、あとはミリタリー系の墓地とかのに行くと、こう全てのお墓に国旗が刺してあったり、全部に花が生けてあったりみたいな、まあ、そういうなんかすごく大切な日っていうのがあって。なるほどね、アメリカっぽいね。確かにね、でそういうやつでちょっと日本で例えると微妙なんで、まあ、ないとは思いますけど、まあ、あえて無理やり作るとしたら例えば靖国の日みたいな、なんかそういう感じに当たる日です。で、まあ、いずれにせよね、まあ、あのそういうわけで毎年5月の最終週はそのメモリアルデーもあるんで、週末っていうのが金土日月という4日間になるというところがあります。ああ、じゃあそれでみんな見に来てよっていう感じだったんだ。そう、ここで公開したっていう感じなんです。そうか、なんかジャックも自分の両親は立派な兵士だったみたいな感じ、うんうんうん、っていうのもあったけど、まあなんか思いのほか、まあ、いかなかったかなというのが、あ、うん、で、まあ、その理由としては、まあ、一つ目、理由の一つ目、うんうん、映画興行の4証言を満たしてないっていう感じで、で映画興行の4証言っていうのは何かっていうと、まあ、ハリウッド映画界でこう言われてる話で、こう興行的に成功するためには4つの層に受けなきゃいけないっていうのがあって、まあ、分かりやすくこう25歳を起点とした男性女性って感じ、25歳以下の男性、25歳以上の男性、25歳以下の女性、25歳以上の女性、でその4つを全部満たすと、まあ、めちゃめちゃ興行的に成功するよねって感じだし、まあ、満たさないにしても少なくとも2つは満たさないと興行的に失敗するよねっていう、まあ、そういう、うん、定説みたいなのがこうあるんですけど、ただ今回のこのマッドマックスフィリオサに関しては、まあ、はっきりとは書いてはなかったけど、まあ、それをあんまり満たしてないんじゃないのみたいな、まあ、多分25歳以上のこうオールドファン向けとは書いてなかったけど、まあ、あんまりこう広い層に受けるような作品ではないんじゃないかと言われてるのが、まあ、興行的に振るわなかった、まあ、一つ目の理由というか。で、まあ、ただね、オーストラリアではなんかすごい受けてたっていう話もありますけど。で、もう一個の理由としては、まあ、ちょっとそれと関連してね、まあ、多くのもう観客がストリーミング待ってんじゃないのみたいな。なるほどね。時代的に、まあ、ちょっと待てばストリーミングされるでしょみたいな感じで。まあそれはそうだろうけどね。なので、まあそうで、じゃあわざとじゃあ映画館に見に行くってなったら、なんかそれなりのこう理由が必要というか、うん、っていうところがなんか今の米国内でのなんか大方の見方っていう感じ。うん、対抗馬的な映画が存在するわけではない。ない、ないんだ。うん、あのシーテバの猿の惑星キングダムぐらい。ああ、What a wonderful day! はい。じゃあ本当に映画がチョイスされてないっていうことなんだね、その日。そう。そうなんですよね。うん。まあでも、まあその興行的に期待されたほどはいかなかっただけで、まあ別に悪い成績では決してないとは思うんだけど、なんかこのメモリアルデーを含む週末としてはね、うんうん、歴史的に悪い成績らしい。ああ、そうなんだ。へえ。だからね、まあ、あとはまたこれが口コミとか尻上がりで登っていくかどうかっていうのが一つポイントかなって感じ。あ、ね、確かに家族で見る映画じゃないしな。お、いや家族で見る映画なのか。まあほら、あの PG も入ってるじゃないですか。入ってる？入ってるでしょ。ちょっと待って、でもめちゃくちゃグロ気をつけてた気がするけどね。なんかもう決定的 なんかこう大事なところは見せない感じではあったけど、うん、あの世界観がさ、ちょっともう、まあもう良くないじゃないですか。確かに。そう、あひどい偏見みたいなこと言ってるけど、確かにもう、あの君たちの存在がみたいなところ。だってもう、ね、今回出てこなかったけどさ、なんか謎のミルクタンクとかいるじゃないですか。そうね。PG12 らしいですね、日本は PG12。ってなると、これはさ、なんか、まあで、日本の傾向としてさ、家族映画の方が興行成績は上がりやすいじゃん。うんうん。とか、どことは言わんけど、とある一定の層を狙ったところとかがね、こう、うん、伸びやすいっていうのはあるんで、まあ、なので、興行的には、まあね、映画好きが映画に行かないと、もしくはね、
普段映画見ない人もなんか映画館で見るのがいいらしいよみたいな感じで行かないと、うん、まあ、なかなか厳しいところもあるのかなっていう感じ。なるほどね。まあ、ちなみにあのいろんなね、いろんなこう雑誌の批評みたいなのもちょっと目は通してみましたけど、うん、両方あるって感じね。両方あるって感じ。叩く感じのもあるんだ。まあ、まではいかないけど、あの、まあ、前作を超えられなかったねみたいな、なんかそういう評価。まあ、それはそうなんじゃない。めちゃくちゃ良かったっていう人も前作は超えられなかったねっていうんじゃないかな。うん、前作超えるとかじゃなかったよねみたいな。あと、まあ、じゃあ見るなよっていうちょっと意見もあって、砂漠爆発、不快感を与えるほどサディスティックな暴力にうんざりしていますっていう、なんかあの、これ BBC です。合わなかったんですね。合わなかったです。それギャグなのかな、BBC。いや、わかんない。いや、そんな感じもない。これはあの星5のうち3みたいな感じだよね。ああ。あとタイムもね、ちょっと微妙な辛口コメントって感じでしたね。なんか楽しませようとしてる意図はわかるんだけど、てんてんてんみたいな感じ。ああ。あとあの、ロッテントマトっていうなんか、うんうん。世界最大なのかな。まあ、腐ったトマトって意味ですけど、は、うん、301件批評家のレビューがあって、そのうち 90% が肯定的。うん、であの10点満点中 7.9 って感じ、現段階、うん、だからロッテントマトは割となんかレビューとしては良かったのかなって感じ、うん、マッドマックス怒りのデスロードに感情的な重みを加え、まあ、推進力こそ及ばないもののジョージ・ミラー監督の最高峰を目指す息のよ飲むようなレースにがもう一回見れたみたいなね、そういう感じのコメントがあるって感じですね、うん、だこの全体的に、ね、この80点ギリいかないみたいな、そんな感じの評価って感じで、うん、評価サイトみたいなところでも、ね、まあでもいいんじゃない、まあ、まあ星5で考えるとね、星4ぐらいってことはまあ面白い作品だと思うんで、うん、まあ、だからな何を求めるかよね、こう世紀の傑作を求めていくね、楽しい求めるのかっていうところだから、まあ、ですよね、まあ今作に限っては、まあ、どっちから見てもいいかな、フィリオサから見てデスロード行ってもいいし、デスロード見てフィリオサ行ってもいいしって感じで。ああ、でもそうね、難しいな。こ難しいでしょ、結構。難しい。どっちも良さがあるよね、なんというか。だからまあ、どっちでもいいなっていう。どっちでもいいな。投げやりじゃなくて、どっちでもおすすめだよっていう。どっちかからでもいいから見てみたらって感じ。うん。まあでも、どっち、一本だけって言われたら、まあデスロードになっちゃうのかなって気はするけどね。デスロード、そうね。入り口はね。まあ、こんな感じですかね。ですかね、確かに。ですかね。うん。じゃあまとめますか。あんまりね、長くなってもよくないんだよね。そうね、そうね。だけど、まあ、まとめると、まあ、確かに、マッドマックス、怒りのデスロードと比べてしまうと、超えられているかといえば、まあ、それは難しいかもしれない。まあ、あれは、本当にもう、歴史に残る作品なんで、まあ、映画の歴史はそんなに長くないですけど、その、100年に一度と言っても差し支えないレベルのね、傑作の一つではあると思うんで、まあ、それは比べる相手が悪いというところで、まあ、冷静にこう、マッドマックス、フィリオサだけ見ても、まあ、十分、この多分今回のね、話の冒頭の方で言ったように、アクションとかね、表情とかで、セリフではないところで説明するっていうところ、もしっかりできてる作品だし、まあ、あとは、こんな映像見たことないんだけど、みたいなところ。怒りのデスロード見てても、なお、こんなの初めてみたいなところがね、たくさん盛り込まれてる作品なんで、うん、まあ、そういう意味では、ぜひ、大きいスクリーンで、音楽もね、なんだかんだいいんでね、やっぱり。いいね。うん、大音響の中で、音を気にせず、見てもらうのがいいんじゃないかなと思います。うん。なしからどうですか。私は、デスロードを見てね、楽しいと思った人は、やっぱり映画館で見れるのは贅沢ですからね、今、このタイミング。そうね、よかったですよ、私。まあ、今ね、デスロード。皆さんも。アマプラで見れるんでね、ぜひアマプラで視聴した後に、うん。オンラインゴールじゃないですか。したらもう連続で見れるじゃないですか。映画館とこうシームレスに見れるのは、ね、今だけなんで。2本立て、セルフ2本立てができますからね。今、いずれね、ナシが大好きだった早稲田松竹で2本立てはする日が来るとは思いますけど。来るでしょうね。とは思いますけど、まあ、その前にね、デカスクリーンでね、先に見とくのもいいんじゃないかなと、うん。いや、俺はドルビーとかで見ればよかったかもって思いますね。僕は見たかった。リアル IMAX シアターで見ました。もう。ああ、いいじゃない。一
界がね迫る感じで。でさ、ちょっと話変わるけどさ、うん、映画始まる前にさ、こう注意あるじゃないですか。うんうん、それが今回デッドプールとウルヴァリンによる注意だった。おお、嬉しいね。なんか予告編かなと思ったら、なんか2人がなんか現れてきて、で、デッドプールは4次元の壁を越えるじゃないですか。ね、うんうん、君今映画見てるだろうみたいな感じで。なんかこう、スマートフォンはオフにするんだよみたいなことをなんか言い合うんだけど、ほとんど P が入って何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんないけど、何言ってるか分かるみたいな感じのね。感じで、あ、こういうやつだったらなんかこう、いいなって思いました。こう、時期によって変わるわけじゃないですか。うん。ほら、もう映画館に行く人ほどさ、あれを何回も言われるわけじゃん。うん。携帯はオフにとか、前の人の席を蹴らないとかあるじゃないか。もうだから、映画館に行ってる人はさ、もう若とろわーみたいな感じになると思いますけど、そういうなんかサービスしてもらえるとありがたいなって感じです。そうね、好きなキャラでやってくれたら嬉しいよね、やっぱり。まあそんな、今回はね、アメリカの映画館でも、ゴーッと盛り上がる感じのところはそんなになかったかもしれないですけど。あ、そうなんですね。まあほら、なんか結構、辛い目の話じゃないですか。辛めの話じゃないですか。確かに。確かにね、無双みたいなのもないしね、ずっと。最後カタルシスみたいなのもないんじゃないかな。抑えめのねカタルシスさん、うん、なので、まあなんかうわーみたいなところはなかったですけど、なんかこうちょいちょい、ね、こう話し声が聞こえる感じで、別に不快じゃない感じのね、そう、うんうん、そう映画館体験もできたかな。あとはね、僕が見ようと思ってるやつは日本アメリカで見れるやつで、配給やちょうど始まったんで、配給見ようかなと思います。アニメの配給ですか。そう、映画版のね、そう、配給。え、あれ見れるの、すごいね。配給さすがっすね。そうなんですよ。配球面白いですもんね。僕全く知らないんですよ、配球。え、マジで。そうだ、全く知らない民が、まあさすがにアニメの何話か見るかもしれないですけど、見てみようかなと、短期間にこう履修していこうかなっていうところ。なるほど、いいと思いますよ。配球見るとアニメ泣きそうになるんだよね、いつも。それ見に行こうかなっていうのと、あと一気に話題変わります。うん、4から7月の注目作品の時にちょっと名前を挙げたトラッペジウムあったじゃないですか。はい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 。アイドルで一線張ってる人が書いた小説だよね。がなんかすごい今一部界隈で話題になってるんですよね。いい感じの話題のなり方の。なんかね、一周回っていい感じって感じ。ああ。でもその持って回った言い方ですけど、一周回っていい感じらしいです。なんかこのツッコミどころは多いけど、そのツッコミどころも愛する的な感じになってるらしいです。おお、いいですね。結局どういう話か全く知らないですけど、だから多分その時にさ、なんかその当時好きだったファンの高校生が あんまりいい反応しなかったっていう話しましたけど、ああそうだったね。ツッコミどころは愛せなかったパターンなのかなってことをちょっと思い出しながらね。映画になってなんかパワーみたいなのがさらに推進力がついたのかもね、小説では。でも熱いファンがいるんだなっていうのはすごい伝わってきました。じゃあね、まあ近い未来の話としては、僕はね配給を一切触れてこなかったんで。それ面白そう。配給知らなかった民が映画から入ろうかなと思ったんですけど、まあ、せめて5話ぐらいまでちょっとアニメ見てから映画入ろうかなとちょっと思ってます。アメリカのねすごい配給ファンの人がいるんですよ。ああそうなんだ、激アツ配給ファンか。そのためにわざわざ日本に行くぐらいのね激アツ配給ファンがいるんですけど、ちょっと来週会うんで、ちょっとその時にね話題がないのもあれなんで、ちょっとアニメ何話か見て今度は映画見に行くんだっていう話してみようかなと思います。なるほど、大丈夫、許してくれるかな、この姿勢、アニメ風話でいいかっていう、その姿勢。そんな原理主義者みたいなことしない。大丈夫。というわけでね、はい、マッドワークス、ぜひ映画館でご覧くださいということで。そうですね。本日もありがとうございました。ありがとうございました。